インターロイキンマイナス8、またはケモカインにコードされている。イルマイナス8は、最初に、アミノ酸左長99個の線入体ペプチドとして、作られた後、活性を持ついくつかのイルマイナス8アイソフォームへと、切断される。培養環境のマクルファージが分泌するイルマイナス8の主要な形態は、72個のアミノ酸からなる、ペプチドである。イルマイナス8が、 結合可能な受容体は、膜表面に多数存在する。最も研究されているタイプは、g タンパク質強薬受容体である、CXCR1 と CXCR2 である。イルマイナス8との親和性と発言は2つの受容体で異なる。イルマイナス8の分泌は、自然免疫系の応答における生化学反応の連鎖を通して、重要なメディエーターである。 イルマイナス8は2つの主要な機能を持つ高中球相関因子としても知られている。標的細胞の感染分への相関性を誘導する。第1の標的となるのは高中球だが他の下流球類の相関性も誘導する。それらが到着するとイルマイナス8はファゴサイトウシスを誘導する。イルマイナス8は血管申請の強力なプロモーターとしても知られている。 標的細胞においているマイナス8は移動と、ファゴサイトーシスに必要な一連の生理的、反応である、細胞内 c A2 の増加、エキソサイトーシス、呼吸バーストを誘導する。イルマイナス8は、トール様受容体を持つ任意の細胞から分泌され、自然免疫応答に関与している。通常、最初に抗原を見つけるのはマクロファージで、他の細胞を動員するため最初にいるマイナス8を、 放出する。イルマイナス8の単量体及び、ホモニ量体はどちらもケモカイン受容体 CXCR1 と CXCR2 の強力な誘導因子であると報告されている。ホモニ量体はより強力だが、ラウ25をメチル化することで活性をブロックできる。イルマイナス8は、細気管支援やウイルス感染による一般的な呼吸器疾患の発病に関与していると、 考えられている。イルマイナス8は CXC ケモカインファミリーの一員である。イルマイナス8と他10個の CXC ケモカインファミリーをコードする遺伝子は4級染色体にマッピングされ領域内にクラスターを形成している。高中球化粒玉はイルマイナス8の主要な標的細胞だが、このケモカインに応答する細胞は比較的広範囲に存在する。 テトラヒメナにおいて、哺乳類と同様な濃度のイルマイナス8で化学誘引物質活性が証明されており、このケモカインに応答する構造と機能が系統発生的によく保存されていることを示唆する。イルマイナス8は、高中級の動員と脱下流の鍵となる役割を持つ炎症関連メディエーターである。例えば、歯肉炎と感染で炎症誘導メディエーターを誘導する。 イルマイナス8の分泌は酸化ストレスで増加する。そのため、炎症細胞の動員と、さらなる炎症の促進が酸化ストレスメディエーターで行われ、極部炎症の要因となる。イルマイナス8は肥満との関連を示されている。イルマイナス8は、結腸癌において、結腸癌細胞株成長因子の自己分泌において、すなわち分裂促進と転移できるような、 メタプロテアーゼ分子による切断に関与すると、示唆されている。妊娠中の母親のいるマイナス8レベルが高い場合、子供の統合失調症のリスクが増加する。いるマイナス8高レベルの統合失調症患者で、抗精神病薬治療の陽性反応が減少する、可能性が示されている。いるマイナス8は、脳放性繊維症の病理にも関与している。 いるマイナス8はシグナル伝達分子としての機能で、肺組織に高中級の動員と案内を行う。軌道内におけるこれら動員された、高中級の過剰刺激と機能不全は、炎症性分子とプロテアーゼの放出による、さらなる肺組織へのダメージとなる。国際免疫学会連合のケモ会員命名、省委員会は、CXCL8 を改名しいるマイナス8とし、 ヒューゴ遺伝子シンボルを CXCL8 で承認した。イルマイナス8発言はいくつかのメカニズムでマイナス調節される。ミルナマイナス 146A、B マイナス 5P はエラック1をサイレンシングすることでイルマイナス8の発言を間接的に抑制する。さらに、L、イルマイナス8の3ユーテルは AU、リッチエレメントを含み、それは一定の条件下では非常に 不安定である。イルマイナス8の発言は、転写因子 n f パ b によって調節される。n f パ b の調節は、脳法性繊維症のような炎症性疾患に使える、新規な抗イルマイナス8治療の可能性を意味する。ありがとうございます。